ヨーゼフ・イエン・レワインは、オーストリア出身のアルペンスキー、スキージャンプ選手、軍人。第二次世界大戦で86機を撃墜した、ドイツ空軍のエースパイロットであり、その先行から騎士鉄十字章を追贈された。1919年11月21日、オーストリアサンクト・アントン・アーム・アールベルクで生まれ、3歳で、スキーを始めた。学生時代に、 東京のルドルフマットからトレーニングを受け、1931年にチロルで開催されたスキー選手権のユースクラスで優勝した。1934年冬、スキージャンプの自己最高記録となる70メートルをマークした。学校を卒業後、故郷のスキー学校でハンネスシュナイダーとルドルフマットの下で働いた。1938年秋からゾントホーフェンで、 スキーインストラクターのトレーナーとして働き、ドイツ代表チームに選出された。1939年初頭、ラウバーホールンスキーワールドカップに出場し、回転で優勝、格好で3位、アルペン複合で2位となった。2月、ポーランドのザコパネで開催された、アルペンスキー世界選手権に出場し、回転と格好で銀メダル、アルペン複合で金メダルを獲得した。 1940年冬、ガルミッシュの冬季スポーツ週間で、回転、格好、アルペン複合で優勝した。1941年2月、イタリアのコルティーナ・ダンペッツォで開催された、アルペンスキー世界選手権に出場し、格好とアルペン複合で、金メダルを獲得し、回転で6位となった。またノルディックスキー世界選手権にも出場し、スキージャンプで14位に入った。 しかしこの年の大会は第二次世界大戦時のドイツの友好国だけしか参加していないため1946年にフランスのポーで開催された国際スキー連盟の会議で世界選手権大会として公認しないこととされ結果は公認記録から抹消された1940年に飛行訓練を始め1941年夏に訓練を終了すると西部戦線の 第5戦闘機学校第4中隊 JFS5 に転属した。9月20日、スピットファイア3機を撃墜し、初戦火を記録した。10月15日、スピットファイア2機を撃墜し、国機撃墜でエースパイロットとなった。1942年、東部戦線の第51戦闘航空団第2中隊に転属後、戦闘機学校で飛行教官を務めた。 7月末までにソ連機14機を撃墜し、年内には現代に復帰した。1943年1月18日、5機のポリエチレンマイナス2を撃墜し、1日で達成された AS となった。2月23日、5機のポリエチレンマイナス2を撃墜し、2月24日にもソ連機7機を撃墜した。3月1日、空軍名誉杯を授与され、 4月12日には、ドイツ十字賞金賞を受賞した。5月6日、5機のいるマイナス2を撃墜。5月22日、P-39 を撃墜し、60機撃墜を達成。その後、第51戦闘航空団、第1中隊に転属した。イエンネバインは7月中に、7月21日のソ連機期5機を含む23機を撃墜した。 7月27日、オリオール東での空戦の後、登場していた FW190A-6 は、ソ連領土に不時着し、イエンネバインは、行方不明になった。死後、勝利に昇進し、12月5日に、騎士鉄十字章を追増された。生涯戦績は、出撃回数271回、衝撃追数86機だった。 そのうち5機が西部戦線で81機が東部戦線で記録したものだった。ありがとうございます。